吉田太郎です。太郎チャンネルです。はい、イエーイ。すごい酔っ払ってるかな、今の盛り上がりですけどね、はい、久しぶりだもんね。そうですよね、このメンバーで何かやってね、いよいよあの 4x4 という名前が、はい、ついて今日が初のライブということで ね、はいはい、そうですね、はい、もうしかもね、ロックの日にゲストやるということでね、あのちょっと延期になっちゃってこの日になったんですけど、結果良かったんじゃないですか。そうですね、ロックの日ね、記念日、デビュー日ですね、僕らの、うん、ああ素晴らしいですね、ロックの日、はい、ねえ、やっとこの日が来たって感じですよね、本当ね。つぶやいてましたよね、バスさん、うん、なんかやっぱロックっていいなと思って、あのこうメンバーの感じもね、そうですね、それがここでやれればなって思って、すごい今日ねワクワクしてきてた。ああ、なるほど、うん、まあ、まさしくでも 4x4 はそのね、4人のためにあれってことがね、はい、ありますもんね。すごいなんかいいなと思いました、僕も。なんか僕もあの普段こう音楽 やるときに、あのまあもちろんバンドだけじゃないですけど、その例えばサポートでなんか仕事とかするときも、そのあの初めてましての人とかもいるじゃないですか、うん、でもその限られた時間の中でバンドをやるわけじゃないですか、やっぱり、うん、まあ一日で終わっちゃうバンドもあるんですけど、だからで、なんかそのなんか僕がこう車とかみたいな感じでやっぱいて、そのタイヤとかエンジンとかない部分があると絶対車って進まないみたいな感覚があるんで、まさしくその 4x4 はね、なんか4輪ちゃんとついて走ってるみたいな感覚がちょっとある。そう、ね、いろんな意味で結構自分であれよくできたなと思ったの。いわゆる 4x4 って自分たちのためなんだけども、4人のためなんだけど 4×4 なのね、やっぱりあれはちゃんと、だからちゃんと4人がいて初めて成り立つような感じ。しかも今のこうなんだろう、こうロックって言われるものとかジャズとかいろんな部分があるけども、なんか全部をこう一緒にした感じができるんじゃないかなと思って。そうですね。もうタイトルつけた段階でな満足しちゃったかな。いやでもすごいいい名前だと思います。でもそれで曲をね書いてくれたからね。いや、まあ、久々にねこうライブだったんで、なんかやっぱり一曲ぐらいこうね 4x4 としての、いや素晴らしいですね。素晴らしい楽曲で聴いてまとわれてますよね、うん、このメンバー、うん、僕もあの感じ大好きだし、うん、ライブでやるのにうってつけな曲じゃないの、うん、すごい緊張してますけど。でもそれだけをやろうかもな。それだけをやる。いやでもなんかあの今日はあのね、いつもあの皆さん機材がすごい充実してるなと思うんですけど、あの松崎さん今日はあのギターはなんか何本か持ってきた。いやまあそのニカちゃんもちょっと使ってくれてるその3ドットっていうのは別に僕もブランドじゃないのね、別に、はいはいはい、僕のブランドじゃないけど、なんとなくこういう感じのやつをアイディアをもらえませんかみたいな形で、うん、本当にすごいコンサバなモデルとして、うん、まあやっぱりこれから始める人たちとかそういう人たちにとっては買いやすいというか、楽器が高くなっちゃったもんね、うん、昔みたいなちょっと手軽な感じでなくなったっていうので、まあそういうのをなるべくローコストでやろうっていうものを、まあ自分自身も、まあ、ちょっと今日はそのレスポールモデルとストラットモデルを使って、あ、じゃあ2本ともその3ドット、うん、いやでもコモちゃんも今日はじゃあそ の, あのそ、ね、いつも使ってる今日も、あ、今日はだから前回と、2本どっちともあの違うんですよ。あ、違う、新しい、はいはい、最近できた、うん、そのモデルを2本持ってきて、うん、1本は、まあエグゾチックの、はい、ストラトモデルなんですけど、うん、もう1本は西垣ギターといって、え、西垣ギター、西垣、はい、ほう、西垣ギター、兵庫県の三木市であのギターを作ってる、一人で全部作ってる人がいるんですけど、その方が、まあ、作って、はあはあはあ、すごいですね、はい、すごい分かったよ、うん、まあ、割とこうやり取りしてこだわって作りました、ね、あのさっきの水色のギター、そうですそうです、あれも形から一からも作って、あ、じゃあ色もオーダーで、そうですね、色もあ あれがいい、そうですか、ソニックブルー、ニカちゃんが、ね、ニカちゃんが使っててかっこいいなと思って、ソニック、ああ
そうなのかって。あのソニックブルーでも最初に俺が作ったのがソニックブルーだったのよ。だから俺今日どうしようかなと思ったの持っていくときに。やばかった。全員ソニックブルーだったら。バンドマン。シャモとかね。女の子バンドかな。そうそう。男版。男版。でもソニックブルーいいよね。なんかいいっすよね。なんか女の光景。気がするんじゃないかっていう。そうだろうね。企みはありますけどね、やっぱり。あ、それこそなんかそのニカちゃんが新しく作ったやつは、あの色もあれでっていう話だと思う。あ、なんか何色か出てて、うんうん、で、あ、これ可愛いなと思って。あ、そっかそっか。はい、選んで。はい。お父ちゃんだから色とか。ええ、両方両方あれそれ。色だよね。結構でももうあのレコーディングとかでも使ってる。あ、使ってますよね。あ、ちっちゃい。なんかボディがちょっとちっちゃいんですよ。ちょっとシャープなんで、なんかプレベってちょっとこうボワってなりがちなんですけど、割とあれはなんかあんまならない、適度にこうキュッとローが通ったというか使いやすいなって。へえー、いやいや素晴らしいですね。なんかね、やっぱ楽器そうやって入手すると気持ちがね。そうですね。あれシャローちゃんも今日は、あ、今日はあんまり大きな声で言えないです。あれ今日はちょっとガム手があれで、お店の楽器でございます今日は。ね、いやでもね、今日はあの僕もね、あのスネアはオニューなんですよ。あれね、オニューって言いながらすごいヴィンテージなんですけど、ジャパンヴィンテージです。おー、妖精の玉のなんかあのタムをね、なんかあのそう、12インチでタムをね、なんかあのスネアにしてくださいって依頼してきた人がいたらしくて、過去に、うん、でそれを頼んといてなんか取りに来なかったっていう、そのままお蔵入りになっちゃったスネアがあって、で僕がその玉井ユーザーだったのもあるし、あとそのあれっていわゆる小口径っていうね、ちっちゃいやつがあの結構そういうの好きな人いて、まあ僕はまさにそうなんですよ。でもしよかったら使いませんかっていって譲ってもらったんです。すごいそれがなんか良くてね、なので僕も今日はちょっと新しい機材。え、それ取りに来たら返さなきゃいけないとか。いやいや、まあもうなんかもうそのままいやなっちゃってるらしい。どの面さがいいか。俺がもうこんなこと言ってる。結構激しい。飛ばすやつ。ボールしてくる。まあ別に、まあ、俺は知らないよって言うだけでいいと思う。違う違う。俺悪くない。俺じゃない、俺じゃない。まあ、てなわけでね、今これあのまだ始まる前の楽屋なんですけどね、今日はあの一応休憩なしのずるっとやる感じなんですけどね、はいはいはい、もうあの配信もあるということでアーカイブ見れますので、ぜひあの気になる方はアーカイブも見てほしいなと思うところですけども、はい、さっきあのリハーサルで一応ね1曲あの音も撮ってありますので、ぜひ見ていただいて、お気に入っていただいた方はあのアーカイブも見ていただきたいなということで、よろしくお願いします。お願いします。お願いします、はい。じゃあ今日ライブ頑張りましょう。頑張りましょう。イエーイ。
ありがとうございました。4x4 のね、名前が新しくなって、第1弾の回でしたけどね。いやもうね、ロックの日っていうことだけあって、もう熱い演奏がお届けできたかなというところでね。もうリハが熱かったんでね、皆さんがリハの映像を見ていただくんですけども、本場もめちゃめちゃ熱かったです。なので、アーカイブがですね、2週間ほど見られますので、もし気になる方はぜひ、チェックしていただきたいなというところなんですけどもね。はい。今日はですね、この後もなんともう一個仕事をしなきゃいけないというレコーディングなんですけど、ちょっと行かなきゃいけないんで、こんな感じでね、ちょっと今日はドラムセット持ち込めなかったんですけど、頑張ります、これから。また、ロックの日常在、ロックの感じでね、今日も行きますぜ、ね、じゃあ、次の太郎チャンネルでお会いしましょう。はい、ありがとうございました。行ってきます。